こんにちは、イムヤムです。今回はこちらの手帳カバーを編んでいこうと思います。サイズは横が14センチ、縦が 18.5 センチの作品となります。往復編みで編み地を編んでから折って閉じてるだけなので、ぜひお手持ちの本や手帳サイズに合わせて編まれてみてください。今回は中細タイプのラメ糸を1玉と、同じく中細タイプのコットン糸を 1.5 玉から2玉使用します。かぎ針は3号と4号の2本を使用します。あとはとじ針とハサミ、目印になるものを用意してください。それでは編み始めていきます。まず糸端を15センチほど残して、4号針を使って鎖編みを86目編んでいきます。鎖編みが86目編めたら、編み針を4号針から3号針に変えます。そして立ち上がりの鎖を1目編んで、針から2つ目の裏山を拾って細編みを編みます。その後も同じように裏山を一つずつ拾って最後まで編み進めていきます。1段目が最後まで編めたら、鎖編み1目で立ち上がって編み地を返します。2段目は前段の細編みの頭を拾って端まで細編みを編んでいきます。2段目が最後まで編めたら、編み針を3号針からまた4号針に戻して、次は鎖編み3目で立ち上がります。そしたらそのまま編み地を返して、前段で編んだ最後の細編みの頭を拾って、まず長編みを1目編みます。そしてその次の目にも長編みを1目編み入れます。長編みが2目こんな感じで編めたら、次の2目は飛ばして3目目のところに長編みを編みます。
2つ飛ばして3目目のところに針を入れて、このように長編みを1目編みます。そしてその隣の目には長編みを3目同じところに編み入れます。1、2、3。長編みが3目編めたら、次は隣の目に1目長編みを編みます。長編みがこのように1、3、1となるように編めたら、次は2目飛ばします。あとはこの繰り返しなので、長編みが1、3、1、2目開けて1、3、1となるように端まで編み進めます。最後は2目余るので、端から2番目のところには長編みを1目編んで、一番端の目には長編みを2目編み入れます。そして最後の目を引き抜くときにラメ糸で引き出します。使わない糸は切らずに休ませておいてください。4段目は鎖1目で立ち上がって編み地を返します。そしたら前段で最後に編んだ長編みの頭を拾って細編みを1目編みます。そしたらその隣の目にも細編みを1目編みます。細編みが2目編めたら、続いて鎖編みを3目編みます。そしたら前段で編んだ長編みが5目あると思うので、その2目目のところに細編みを1目編みます。そしてその次の目には中長編みの裏引き上げ編みを1目編みます。このように糸をかけて、裏側からこのように長編みの足をすくうようにして針を入れます。あとは中長編みを編む時の要領で、針に糸をかけて、針に3本かかった状態で全部一気に引き抜きます。そして次の目に細編みを1目編みます。そしたらまた鎖編みを3目編んで、同じことを繰り返します。最後は鎖編みを3回編んで、端から2番目の長編みの頭を拾って細編みを編みます。そしたら次は前段で立ち上がりで編んだ3目あるうちの3目目のところに
このように半目と裏山を拾うようにして針を入れて細編みを編みます。その後は糸を長めに引き出してできた輪っかの中に糸玉を通して引き締めておきます。続いて先ほど休ませていた方の糸で編んでいきます。まず一番初めの細編みの頭に針を入れて鎖編み3目で立ち上がります。1回2回3回、そしたらあとは前段で編んだこの鎖編み3目でできたスペースのところにそれぞれ長編みを5目ずつ編んでいきます。1、2、3、4、5、5目このように編めたら次はその次のスペース、ここに長編みを5目編んでいきます。これを端まで繰り返します。最後は一番端の細編みの頭を拾って長編みを1目編みます。そしてその時にまた最後引き抜く時にラメ糸で引き抜きます。6段目も鎖1目で立ち上がって編み地を返します。そして前段で最後に編んだ長編みの頭を拾って細編みを1目編みます。そしたら次は鎖編みを1目編みます。あとはさっき4段目で編んだ時と同じように編み進めていくんですけど、さっきは中長編みの裏引き上げ編みで編んだ部分を今回は表を見て編む段なので、中長編みの表引き上げ編みで編んでいきます。まず2目めの長編みの頭を拾って細編みを1目編みます。そしたら針に糸をかけて、でさっきはこのように裏から針を入れていたんですけど、今回は表引き上げ編みなので表にこのように針を刺します。あとは中長編みを編む時と同じ要領で針に糸をかけて3本かかった状態で一気に引き抜きます。あとは4段目と同じように編み進めていきます。隣の目に細編みを編んで、次は鎖を3目、
鎖が3目編めたら、また2目めに細編みを編んで、その隣に表引き上げ編み、そして細編みというふうに最後まで編み進めていきます。最後は鎖編みを3目編むところを3目ではなく1目だけ編んで、あとは前段で立ち上がった3目目のところの半目と裏山を拾って細編みを1回編みます。そしたら先ほどと同じように輪を作って糸玉を通して引き締めておきます。続いて7段目を編んでいきます。7段目は一番最初の細編みの頭に針を入れて、まず鎖編み3目で立ち上がります。そしたらまた同じところに針を入れて長編みを1目編みます。そしたらその次は前段で編んだこの鎖編み1つのスペース、ちょっと見えにくいんですけどここにあるので、ここに長編みを1目編み入れます。あとは先ほどと同じように鎖3目でできたスペースのところにそれぞれ長編みを5目ずつ編んでいきます。最後も同じように鎖編み1目でできたスペースのところに長編みを1回編みます。そして最後は細編みの頭に長編みを2目編み入れます。そして2目めの最後を引き抜くときに糸を変えます。あとは同じことの繰り返しなので、これが23段になるまで繰り返していきます。もし編み方がわからなくなったときは、今ご自身が編んでいるところの4段下のところを見れば同じ編み方になっていると思うので、それを参考にしながら編み進めていってください。23段目まで編めたところです。最後はラメ糸じゃない方の糸で終わっています。この時点でもラメ糸は使わないので糸始末をしていただいて大丈夫です。ここまで編めたら編み針を3号針に変えて24段目と25段目は細編みを編んでいきます。鎖編み1目で立ち上がって編み地を返して1目につき1目ずつ細編みを編んでいきます。
これを2段繰り返します。25段まで編めたところです。この時点で横が36センチ、縦が18センチの大きさとなっています。若干サイズが違う場合はサイズに合わせてこのように待ち針を打ってスチームアイロンのスチームを当てるとある程度調整が可能です。サイズが整ったら四隅それぞれの端から数えて13目目のところにマーカーをつけます。4箇所全部にマーカーをつけたら編み地をひっくり返します。糸端が右側に来るようにこのように置いて、あとはこのマーカーがついているところを中心になるようにこのように折ります。残しておいた糸端を使って端を閉じていきます。糸端がないところは新たに糸をつけて閉じていきます。マーカーがついている隣の目から数え始めて12目目のところに針を刺します。そして反対側は一番端っこの目の内側をすくいます。このように内側同士をすくって巻きかがっていきます。最後の目には2回同じところに針を通します。マーカーのところは縫わずにこのように外します。残り3箇所も同じように閉じていきます。4箇所とも閉じ終わったら次は編み地をひっくり返してちょうど中心になる部分にマーカーをつけます。マーカーをつけたらこのマーカーが上に来るようにこのように回転させます。そしてマーカーをつけた部分から糸を引き出して本体の高さと同じくらいの長さになるように鎖編みを編んでいきます。私の場合18センチから 18.5 センチぐらいの長さで鎖編みを編んでいます。同じ高さの鎖編みが編めたらねじれないように注意しながら反対側の中心部分のところで引き抜きます。そしてさらに同じ高さ分の鎖編みをもう一度編みます。
鎖編みが最後まで編めたら、少し長めに糸端を残してカットします。続いてこのように手に糸を何重か巻きつけたものをこの輪っかに通します。そして糸端を引っ張って引き締めます。一重だとちょっと緩いので、とじ針を使ってさらに巻いていきます。鎖編みの穴を通りながらほどけないように 2,3 回ぐるぐるっと巻きます。そしてこのように半分に折って、あとはこの部分を結びます。最後に足の長さを整えてタッセルの完成です。あとは糸始末をしたら完成です。入れるときはこのように入れていきます。最後までご視聴ありがとうございました。